はい、9月の19日アンサーの時間が始まりました私原らが進行していきますよろしくお願いしますえー、もう9月も第3土曜日ですか早いものですねもう9月も終わりますもう10月ですもうそろそろクリスマスの貯金が必要な時期になるんですかね <laughs> ね、お父さんお母さんたちパタパタする時期がやってきました小活動クリスマスが近づいてきております <laughs>、はい、この番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは797 fmgino1.com または FMgino1 ではツイキャスト YouTube での映像と音声のネット配信をしています FMgino1 のホームページから見ることができますので そちらの方もお楽しみくださいツイッターの方も連動していますのでたくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、もうね、もう夏も終わりかけになっているのかなと思いますけど、なんかやっと夏らしくなった感じがしますね。もうそろそろみんな海に行こうかなとか思うんじゃないんですかね。 ででもちょっと遅いですけどね <laughs> まあでも子供にとっては嬉しいでしょうねもう残り少ない夏夏うん11月ぐらいまでは根性で泳げるかそうだねあと2ヶ月2ヶ月もないね1ヶ月半ぐらいかまあそれぐらいまではね夏をちょっと楽しんでいけたらなと思いますということで今回はですねちょっと気になって であの子供の国ちょっと気になった皆さん「子どもの国って行ったことありますか?」ってみんな行ったことあると思うんですけどね子供どもの国に昔のね昔んちは分かると思うけどプールがあったっていうのは覚えていますかねえっ、ー、と「今の三郷スイミングスクール」も閉まったんかえっ、ー、とそこが一番最初にやっていた 拠点にしていたプールですね、えー、ともう本当に昔なので温水プールっていうのが出ていないので冬も真水という <laughs>、はい、もう想像してみてくださいまあ、冬ですに真水に入って泳ぐどういう感覚でしょうか外がとてもあったかいです <laughs> はいそういうところでした。 でも自分が小さい頃でもうちょっとね地帯遅れっぽかったんですけどでも作りはすごい近代的でしたよあの本当に周りにあのだんだんのこのブロックこのコンクリートに本当にブロックタイルかタイルを敷いたでかいタイルあ,あれはもう茶色かなあのプール用の外用のを敷いて。 本当にそこにみんなができるようななんか劇場タイプの本当にプールでちょうどでしたよ、うん、25メートルでね。でそれがね今の子どもの国のどこになんのかなあ,のあっちがあるところあのレストランとか集会場とか研修室があるところですかね。 そこにありましたで、えー、と今広場になっているところがありますよね駐車場のところ。でそこに、えー、あのレストランとかがで大きいレストランですかねもうそういうところがもう昭和のレストランですからねまあ想像してみてくださいもう今みたいなものはありません。本当にもう でっかい食堂って考えた方がいいような感じですね。でも本当にみんな来てザックバラんに座ってやるもう本当に大昼間みたいなレストランでしたねがありまして、えー、と基本的にあの子どもの国って中って大して変わってないんですよね。あれ不思議ですね。でもちょこっと変わったのがあの裏口がなくなったんですよね。 子どもの国ので、もっとわかる人から言えば、あの子どもの国のあの入るところの大きな岩山がなくなったっていうことですかね。多分本当に昔覚えてる人から見ると、子どもの国ってこんなに周り見渡し良かったのかなと思うような。本当本当に昔はあの駐車場も小さくて。 えーと道の方に大きな岩山元川家は丘だったのかなだからその丘の残りがあって本当にこの入るためには数字道から行くか大通りから行くかっていうだから本んとに混んでましたね、うん、で駐車場も狭いしでまだ中もでも中基本的に変わんないんですよねあれ不思議ですね。 本当にもう最初のと変わりません。というのが本当に覚えていますね。今何分くらいなんですかね。ああ、そうですか。じゃあ1曲目すいません。いきたいと思います。余熱健師の関伝です。お願いします。はい。えー、米津の関伝でした。えっと、そうですね。子どもの国で思い出したんですけど。 これ何回かかってるるんですけどね分かる人には分かります子供の,の,の国の後ろは今はもう駐車場とかなっていますけど、えー、と湿地帯っていうか小川とか流れていたっていうのらも皆さん覚えてると思いますけどそこの後ろがですね一時通れるようになってたんですよ。でその時に えーとゾウさんの飼育小屋がの見えるスポットがありまして、あのゾウさんがあの飼育員にお世話されている風景がの見れるんですよね。だからある意味あのこの中から見るよりかはこの裏側から見れたんですよ。それはとても楽しかったですね。 もう本当に保育園の子ども連れて行ってでまた行く途中もちょっとアドベンチャーなんですよねでみんな喜んでからでも途中で虫捕まえてきたりとかね、えー、虫の餌を取ったりとかしてとても楽しい思い出がありますそれをやったのが今がですねえー、と多分高校12年生ぐらいになってると思いますはいそのぐらい古い話ですね 覚えていいる子いないかなかああそういえばあったなっていううんだから生、あのー、きた生きた勉強なんですかねまあ散歩もしながらというのがありましたねでまた子どもの国っていろいろか様変わりしてそういえばなんか遊園地があったっていうのを言われて思い出したんですけど遊園地もありましたねで遊園地もあったし えと基本的なレイアウトは変わらないですけどゲームセンターとかねあって唯一このフリースペースって1階の道から入場門入って左側に行ったところで唯一変わらないのがあの電車なんですよ。電車の位置だけはあれはほぼ変わってないです。 そのままですね。で、花壇の位置も多分基本的に変わっていないです。昔からあそこにありました。ただあそこの周りはちょこちょこ変わりましたね。はい。で、この電車も本当に昔のまんま。だからあのたまに行くときにこの電車が非常に懐かしいんですよね。 であの下に行った時の池ですね。<laughs> 池とあの、ね、鳥がいるかいないかわからないような、ね、苔に埋め尽くされた川ね。<laughs> 池ね川ね <laughs> もうあそことかね本当に懐かしいでもなんか雰囲気はちょっと変わったなとは思いますけどね。桟橋 今なんかね、くねくね変わっていますけど、前はあれ一本橋だったんですよ。<laughs> 細い <laughs> ね。ねこういうのいろいろ懐かしいですね。ね子供の国、ねずっと残ってほしいけど、50周年でしたか。ねまあ、そこだけは本当に残ってほしいなと思います。では曲、2曲目ですね。えっ、ー、と、米津玄師の馬としか懐かしいですね。お願いします。 難しいですねとてもいい曲で、うん、面白いドラマでしたね。ということで次はあのちょっとニュースの方で気になったんですけど水筒事のトイレの詰まりの工事だけで150万ぶったくられたっていうニュースがありましてちょっとそれをお題にしていきたいと思います。皆さんぼったくられたことってないですかね えーとまあ、基本的ぼったくりっちゅうのはまあね違う世界の人たちがやるようなことではあるんですけどまあそうですねまあ自分の一個人の考えだとするとそんなのをするぐらいだったら普通にやったらどうって思いますね。<laughs> あの悪事を考えるほどあの疲れるものはないですよね。本当に一生懸命やったあとの方が嬉しいけどななんか日にくれ日にくれではないけど一種の病気なんですかねこのぼったくりとかこういうことをやろうとするのは。うん,なんか人の人の心今の。 ADHD だったかなあの大人でもあ,のあるんですけど未発達障害未発達障害だったかなこれ今あの大人でもあのこういう検査を受けれていてこ,うこの人があの結構いるみたいです未発達この成長過程であのこの大人どうして の成長するかと比べるとこれが低いっていう人があの結構いるみたいでえっとまあそうですね簡単に言えばあの自由人そうですね芸能人っていったらフワちゃんみたいな感じですかねえっと上の人にも敬語を使わなくてキャピキャピーって言ってるでも自分の夢は持って一生懸命やってるとか例えばですよフワちゃんが例えばということで。 とい何だろうこのやってることとこの自生する心のバランスが違うっていうのがなんかそういう一つの目安みたいではあるみたいですですも考えてみたら結構近くにいましたよね人のものをとっても平気,平気でいたりとか人の痛みとか本当に分からなくて平気だったりとか。 だから今考えてみたらそれも多分病気の一種だったのかなっていう発達障害ですね、まあ、でもこの発達障害って一括りがもうとってもたくさんありすぎてよくわからないんですけどまあでもいい意味でまあこういうものが出てきてよかったのかなと思ったりしますでもう一つがあの目の障害ですね えと自分も,もうそれも入っているんですけどあの目の右目左目が違うんですよね近視と遠視があ,のありましてあのだから物が,物が見えない物は見えるんですけどあの距離を取ることがあのできないんですよねだから小さいものが見えない。あのまあそうだから今考えてみたら キャッチボールできない子とかって昔とかよくいたと思うんですよ。お前ボール取れないのかって。見えんのにって言ってて。だからねこういうものとかも本当に今考えてみると本当にこの時に汲み取ってくれたら多分この子も伸びたのかなと思いまして。だから今本当にスポーツとかする子もいると思うんですけどこういう子どものちょっとした言葉。 をやっぱりちゃんと見極めて対処するのも多分いいのかなともう自分はもう遅いので今からの子にはちょっとやってもらいたいなとは思いましたでは今週も終わりますまた来週の方も皆さんお元気でお過ごしくださいさようなら